こと多くて褒め上手なのよスモは本当娘みたいなでもスモから褒められるとねすごい響くんだよね自分にっていう語りから入りましたが <laughs> 本当はスモはまっすぐ伝えてくれるから絶対嘘言わないし遊びに来たよありがとう今日もさすっぴんかと思いきや さっきシャワー浴びたんだけどメイクだけはね落とさなかったって言ってもまあほぼ落ちてるんだけど <laughs> こんばんはこんばんはうんすももちゃんもっと知りたいごめんでもすももは私のだからっていうのは嘘なんだけどごめんねみんなのものだから <laughs> が配信どういうお話したらいいのそうなのスモはそのままが面白いからそのままがいいのこんばんはこんばんはデリノちゃんの秘密を知るのに失敗したいスモのさ秘密の概念ずれてるよね <laughs> 私の秘密は目が大きいことでささめちゃくちゃ面白かったこれってさコップ移っても大丈夫なのかな飲みたい 本当ありがとうございますのちゃんは私の嬉しい嬉しいんだけど <coughs> 実はさその「SUMO」の配信見る前に「春」の配信も見てたんだけどなんかそう、春春って見てると応援したくなるというかさなんか元気出るんだよねそうだから 私今日一年春とすもちゃんと一緒だったんだけどすごい刺激を受けた一日でしたねキャラクターが描いてなければやばくない危なくない見てこれ伝わるあ危な危ない,危ない,危ないこんばんはこんばんはそう私結構見てるしコメントしてる <laughs> 大好きなんだよ ほんと心がきれいになりますかまあ仏目指してるのであら井りりのは <laughs> いやでも今日はいろいろありましたねおしゃべり会楽しかったですけど <laughs> アバター変えないの変えてないんだよねそう変えなきゃいけないと思ってるけどその素人感が私っぽくない <laughs> 十七人目も私はなかったのえー、なんでうん私は仏みたいになりたいから人生でリップだけ落ちたからリップだけ塗る今日はありがとうございましたこちらこそ本当にハルがいつもお世話になっておりますハルが喜んでましたよ今日来てくれて本当に優しい人なんだよって言ってたずっと <laughs> 本当春のこと好きなの伝わってきて。ゆめちゃんの動画、可愛いかえかちゃん。<laughs> あそっかゆめさんあげてくださったんですね。<coughs> そう。そう,そうゆめさんとお話ししてて、そしたら写真撮ろうよって言ってくださって、撮った後にあそうだって言って名前をね、そう呼んで。 それは24番え今のちょっと待ってね遊びに来たよありがとう自分も地元は群馬おお同じえっとねうん24番すごくない当たってるよ <coughs> あれは言わされたんじゃないよ次何色のおにぎりでいこうかなプレゼントできるようになったら何色かえっ欲しい緑が欲しいです緑があったら。 それか黒がいいタコありがとうございますあれは言わされたんじゃなくて私からね話をしたのなんかその私初めてゆめさんとお話しした時がツアーの初日,初日の日だったんだけどゆゆめさんゆめささんんんって呼んでたのねでもその後のショールームでゆめさんがたまたま「ゆめたん」って呼ばれたいなーっていうのを聞いたのね だから今日ゆめさんに話しかける時になん,かなんて呼んだらいいですかって聞いたのさそしたらなんかゆめさんゆめたんうーんゆめちゃんかなって <laughs> 言われたからっていう話の流れであの動画をねゆめさんが撮ってたのじゃゆめさんの前ではゆめちゃんあのはい怒られない程度にゆめちゃんって呼べたらいいですね <laughs> オレンジっぽいのが二十三で、ピンクっぽい。そうだね。青みっぽいのが二十四だね。でも、私、二十三も好きなんだよ。おにぎりティーシャツ着てる人は、今日は一人だった。うん。今日グループとかで。ああ、楽しかった。良かった。ありがとうございました。そうですね。だいぶ。好きとか言って。好きっていうハグを二回ぐらいしました。ゆめさんと。 ひょ十18人目もなんでだびっくりだね <laughs> いやでもゆめさんのことはゆめさんではいご本人にあの求められたら呼びます <laughs> やっぱり何より緊張しちゃうから。 だからめさんの前でしか呼ばないんじゃないかな東京のグループおしゃべり会おにぎり T えでもそしたら分かりやすいかも <coughs> あそうだからねめさんともねちょっと周りの大人の方に怒られない程度にあそうだよね <laughs> って言って <laughs> そんな話をしましたねグループおしゃべりって当日券 だと思う。だって予約券ないと思うグループおしゃべりはこんばんはこんばんはリップのとこ見るたびに買うか迷ってまだ買ってない6と7も持ってて13欲しくてて23にあーでもわかる7可愛いよね私的に一番使いやすかったのは23かなショートケーキありがとうございます なんかね、暑さはねうーん、風がなかったから暑かったはかなり暑かったのかもしれない。タコありがとうございます。ショートケーキもありがとうございます。こんばんはこんばんは。え今日のね、こんばんはあ今日来てくださってありがとうございます。あのね、三部始まってから。 あそうなんかメールでねさっき送ったんだけど三部始まってからなんかなんか謎の申し訳なさが自分の中で出てきちゃってなんかねなんていうの私ずっと1レにいるんですけど1レ結構。 あのまあ、来てくださる方がまばらだったりしてそれはもうみんなへの要求とかじゃなくて文句でも何でもないから気にしないでほしいんだけど結構まばらな気がしていてでなんか自分的になんか自分が一連にずっといるわけじゃないみんな結構動いてるのに自分はずっと一連にいてさなんか。 私がいるからか人が少なくなっちゃうのかなみたいな勝手に思っちゃってそう私結構グループをしゃべるの時は私じゃなくて他の2人を応援してくださってる方が来てくださることがとっても多いからなんか,なんか泣きそうななったのとにかくなんかもう申し訳なさとでも。 こう自分がそんなマイナスなことを思っている時もみんなは頑張ってお仕事をしているわけじゃないだからなんかいろんな気持ちが込み上げてき,きちゃってなんかそうまあやっぱそのなんていうのかな並んでる方々のさ列とかもさまあ 見えるんですよ全部 <laughs> 全部見えるから余計になんかごめんんっっってて思っちゃってそうなんか自分的に私3期のみんなていうか3期生というものに何も貢献できてないからさなんかそれを急に思っちゃったのに自分の中によぎっちゃってでなん,かなんかどうしようみたいなどうしようどうしようみたいななっちゃってでも。 まず私がしななきゃいけなかったことはそう来てくださった方に感謝の気持ちを伝えることとっていうことだったから自分でもうそう頑張ってたんだけどだからもちろんあのいろんな方が来てくれた時にそれぞれ楽しく私もお話しさせていただいていたのねでも最後の3部の時にが私的に精神的にピークだったの結構。で でもなんか見覚えのある人がいてねそうでなんか見たことあるなっておしゃべり会に来てくださってた方かなってそうおしゃべり会今2回やったことがあるんだけど今のところ3部ずつ出てるそれぞれ3部ずつ出てて3部全部きあの1日目の3部2日目の3部全部来てくださってる方がいて実は。 あのー、なんかその方に似てるなって思ったのねだからダメ元で間違っててもいいから「何々さんですか?」って聞いてみようかなと思って聞いたのそしたらその方でしかも群馬から来てくれてたのなんかもうそれだけで泣けちゃって <laughs> なんかうんなんか本当に「ありがとう」でいっぱいだったのね心の中が。 自分のことをもちろん他にもりゆのちゃんのこと応援してくれるしてるよって言ってくれる方もたくさんいたんだけどなんかなんかうんすごい安心したのなんかさそのなんか人の数とかで数えるの嫌なんだけどさ本当に自分人から好かれないというか人気ないな 思うことが結構今まであったからなんかこんな私に会いに来てくれたことがもう嬉しくてありがとうの気持ちでいっぱいすぎてもう超大泣きしちゃったので <laughs> もう心配して大人の方が来るぐらい泣いちゃって <laughs> っていうことがありまして <laughs> でもでもそれが今日あったからこそ本当に。 みんなの大切な時間とかみんなの大切な体力とかいろんなものをたった一人とか私たちのために費やして足を運んでくださることがどれだけありがたくってどれだけ尊いことなのかって、まあ、言葉では簡単に聞こえるかもしれないんだけどそれが本当にあの。 切実に胸に響いたというかそうそれがね今日あってはいまあでも最終的に嬉し涙で終わったおしゃべり会でしたとさ <laughs> という感じですそうみんなね忙しいからごめんね全然みんなが来てくれなくてっていう話ではなくてやっぱりそういうさ みんながだってお仕事してるから私たちがお会いできるわけじゃないですかだからなんかもうちっぽけなね悩みかもしれないけど <laughs> <laughs> うーんそうだよね私に会いにそう行きたいって言ってくださる方もいるからごめんね本当に本当にそう結構ねグループおしゃべりに参加してる時はそれこそお客さんが来てくださるっておしゃべりしてる時楽しいんだけど結構自分の中で。 あのー、今回はうんグループおしゃべりがそもそもね自分のスタイルではないのかもしれないかなうん泣けるお話っていうか今日あった出来事ですね別に泣けるお話ではないかな 自分がないそれで嬉しかったよっていうのを伝えたかっただけで今日はありがとうこちらこそありがとうございます隈さんありがとうございます <laughs> 本当になんかそう今すごい簡単に話したんだけどあの全然 だからといって私に会いに来いとかそういうわけではないのであの責任感を感じていただきたくないんですけどなんかそう「グループおしゃべりね」ねいつもね緊張してるんだよね自分が目に見えちゃうからさ人気とかそういうものが結構ねある <laughs>。 いつもだるまさんありがとうございますそうでも今日はるとすもちゃんとも話したんだけどやっぱりないもの他のレーンにあって自分にないものを見るよりまず私たちのためにこの新潟まで足を運んでくださる 会場まで剣を,を買ってきて会いに来てくれるっていうことに感謝がなければ、ま、本当に最後は何もなくなると思うんですよ。そこに感謝がないとっていうのはもう自分ですごく分かってるからないものじゃなくてあるものを見れる自分っていうのをあの常に思っているんですけど今日はちょっと取り乱しましたね。 少しだけ一瞬。グループおしゃべり会は三人とお話です。ので。ま推しのいる方を推しとお話ししていただきますし。全員でお話しする場合もあるし。ハートありがとうございます。うん、そう、みんなね、お仕事なん、今日祝日じゃないですか。そう、私のお姉ちゃんとかも祝日お休みじゃない、会社に勤めてたりするから。 その気持ちはよくわかりますそうみんな忙しいんだよお疲れ様ですみんなお仕事えらい本当にえらい <laughs> そう責任感を感じてほしくないんだよね別にそれは私の求めてるものじゃないんだけど だからそうこういうさ小さいことでもさ悩んじゃう私のことが嫌だったら全然もういいんですよ私にこだわらなくてもなんかその言い方も変なんだよななんて言ったらいいんだろう本当にみんなが楽しく応援できる限りは私のことを応援してほしいっていうだけそれだけ私は。 そう,そうだよねそう一人一人を大事にしたいからりのちゃんと1対1でお話し当にお話ししたい私もみんなとお話ししたい1日あ1日か1日の東京会場で当日券買ってりのちゃんに会いに行くえー、ありがとうございます待ってます次はねどんな例になってるかまた分かんないんだけど ゆうちゃんのそういうところが好きでありがとうそうそんな心境もあるけどだからこそやっぱりみんなへの感謝の気持ちはどんどん深まるばかりなので本当にありがとうございます <laughs> やっぱりこうしてショールームとかやってる間はさ私のことを応援してくださる方とこうコミュニケーションが取れるじゃない。 でもやっぱりグループおしゃべりの時の会場とかってやっぱりそうじゃないから保証がないじゃないか必ず私の知っている人がいるとか私のことを応援してくださる方が絶対にいるわけではないからそれが当たり前じゃないっていうことが分かったし来てくださることが本当にありがたいことっていうのも改めて分かったからそんなりりぬちゃんいたほしいや ありがとう正直年齢とか性別とかそういうのは気にしてないですもう気にする時代じじゃゃないじゃんだから逆に荒井りりのっていう存在を認知してくれていて応援してくださることが絶対に普通に来てたらないことだと思うそもそも私がこう NGT48 のメンバーに。 選んでいただけたからできることであって一般人で生きてたら私の名前を知ってる人なんて周りの方しかいないわけじゃないでもそれでも例えば県外の方とか逆に新潟の方も私からしたら地元の方ではないわけだからそういった方に認知していただいて応援していただいてることって本当に当たり前じゃないのねあの「ありがとう」ってよく言うけど、うん、ありがたいことなのね 本当にだから本当みんなありがとうっていう気持ちうんそうだねはあお花ありがとうございますツーショットねツーショットはないんじゃないかなしばらく3期はこの様子だと分かんないけど ツーショットは私お話メインがいいなぁそんな感じでございましたでもね本当に楽しく終えられたから元気出たまた頑張るもうねツアーのドキドキがもう始まってるんだけどリノちゃん人間としてめっちゃ好きありがとう ままだまだこれから人として人間性をみば磨いていこうと思っている所存でございますあだるまありがとうそうだよねそうみんなが安全に無事に健康にいるならそれでいいです 本当に高校生ですか本当に高校生ですよ高校三年生でございますドルマありがとうございますなんかね、まあでもなんだろう別に何がどうとかっていうわけではないけど周りの一般的なって言ったらいいのかな高校生の方々よりはちっちゃい頃からいろんなものを見てきたし いいいろんなな経験をしているのかなと思います別にこれマウントとか自慢とかではなくて生まれ育つ環境っていろいろあるからさそういう意味ではいろんなものを見せていただいたから今の自分があると思う私のこの持ち合わせた考え方とか性格とかは、まあ、正直自分が作り上げてきたものな気もするけど。 そうだね経験してきたものもみんなとはやっぱり違うかなって思うからそのそれがあってこその私ですね自分が18歳の時なんてこんな大人じいやーそれが普通なんじゃない私も結構ねえでもねふざけた話もするし楽しい話も大好きなのねだけどやっぱりなんかね 自分より上の方と話してるとねそういう話になっちゃうんだよね自分がそういうモードに入っちゃうのだから子供っぽい自分ってでも3期の中にいると結構子供っぽい自分出てるかな <laughs> ツアーで会えるの楽しみにしてるよありがとうございます人生2度目って言っても驚かない本当何週目かな 何週目だろうねこんばんはこんばんはそんな話できるほど大人じゃないそうかななんだろうねなんでこうなったかはリリもわかんないリリもわかんないけどなんだろう一つの要因としてあるのは うーんとさ私兄弟が多いじゃないでちっちゃい頃からおじいちゃんとおばあちゃんとも一緒に住んでたわけそう考えるとパパもママもいておじいちゃんとおばあちゃんもいてでお兄ちゃんもお姉ちゃんもお姉ちゃん2人もねいるわけじゃないですかって考えるとやっぱりいろんな人がい,いてさ全く同じ人間っていないからいろんな性格の人と一緒に 生活を共にしてきたわけそう考えるとそれぞれの人を見ることができるし観察することができるしこの人はこういう考え方なんだっていうことあのがね本当にいろいろあってでも我ながら自分でこの考え方持っててよかったなっていうのはあの周りの大人から学ぼうとする姿勢 は自分ではねあった自分の性格がねちっちゃい頃好きじゃなくてなんかなんだろう結構変わったの自分が丸くなったもっと尖ってたっていうのなんか大人が好きじゃなくてあんまり保育園の先生とか苦手だったのなんかこの人たちみんなリリのこと嫌いなんだとか思っててさ 結構やばいやつだだったんだけどでもだから自分のことをあんまり良くないタイプだなって自覚してたからもっとリルは人人かから好かれる人間になりたたいと思ったのね自分が尊敬する人みたいに人から尊敬される人になりたかったから考えがね一気に変わったんだよね中学ぐらいで。本当に 色々意識するようになっったたらね全部変わった自分がだから別に私は大人な考えなわけではなくて自分のマインドがその大人という枠にはめられただけであって多分あいりりのしかないマインドなんだと思う <laughs> かな<ぁ笑>ちょっとよく分かんないけど自分でも言ってることがなんかだから結構頑固く なところもあると思うあとはなんかね意外と父と母とだけいるとさその私にとっての正解がうん大、えー、初めて経験したことがとか初めて出会った人の言うことが正解になりかねないじゃん人間って。なんだけど それってそうでもないじゃんねだから家庭によって正解が違ったりするじゃんこの家庭は勉強頭の良さは求めるけどこの家庭は子供が伸び伸びとっていう家庭もあるわけじゃないですかだから一概に言えないんですよだからどんなに父と母がいても父と母が正解とは限らないじゃないですかだかだら人のお家とか あの全然関係ない人新しく出会った人のかい考え方を特にのいいところをいいなって思ったところをとにかく取り入れるようにしてたの私パパとママがいろいろ教えてくれる中でパパの意見のいいと思うところママの意見のいいと思うところを自分に取り入れて補ってそれでも足りないなって思えばお兄ちゃんとかお姉ちゃんの話を聞かせてもらったりとか。 自らそういうことをしてたからなのかなだからいろんな意見も受け入れやすい方ではあると思う自分にとってマイナスではない限りプラスな話である限りも忖度って意味ではなくて自分のいいところが消えないようなやり方でももっとよくなるようなやり方をね無意識にしてる。 <laughs> 尖ってるよねなんかこういう話しかできないんだよねリリって <laughs> あのねそうもう少し肩の力をって肩の力の抜き方を教えていただいていいですか <laughs> ほんとにね「リラックス」っていう言葉と無縁なんだよね最近そう簡単に言うじゃん言葉ではさでも難しくない肩の力抜こうよって思って抜けなくないって思っちゃう最近何かの YouTube 見たりする声優さんの ゲーム実況とか普通に見てます、ね、ゲーム実況よく見てますね。やっぱさあ、まあ、みんなが大人私より長く生きてる前提で話すんだけど、あのー、みんなぐらい生きてれば気の抜き方も分かってくるのかもしれないんだけど。 言ったらまだ高校生じゃんか完璧じゃないんだよね私も完璧なんてないと思うんだけどさそうでも自分常に自分のために動いてるって言ったら語弊なんだけど プラスに自分にとってプラスになるように捉えてるつもりです。まあやっぱりあの私がよく言うね、チクチク言葉だけは本当にやめてほしいかな。それも,もう私は気にしちゃう。そこだけはね、子供なんだよね、私も。普通に人間だから。傷つくときは傷つくし。 あのねみんなの本あの真意がすごい温かい真意であったとしても表現によってはやっぱり変化しちゃうこともあるからそこは難しいんだけどりりちゃんのお話し会行ったら楽しそうちなみにりりのリちゃんのお話し会足りないと思う時間がみんな言うんだよね <laughs> 時間足りないって <laughs> そう時間足りない うんらいりりのはねうん楽しいと思える限りあとはママがい,いる限り <laughs> やっていけるそうだよねそうなの時間が足りなかったの <laughs> そうみんないつも優しいこと言ってくれるからすごく元気もらってるなんかねっ 難しい難しいね多分みんながこうしたらいいんじゃないってアドバイスしてくれることも結構難しかったりするんだよじゃあ例えばみんなが持ってるものその気の抜き方を知ってるとか受け流し方を知ってるっていうものがみんなは持ってるとしてリリは持ってないわけじゃんでも例えばリリの考え方っていうものとか いろんな視点から見るっていうものをリリが持ってたとしてでももしかしたらみんなが持ってないわかもしれないじゃんっていうようにやっぱりあるものもないものもあるわけじゃんねでもあまりに人から自分の持ってないものを求められると自分の要求してない求めてないないものでたりが出てきちゃってっていうのもあるからそうらお互いにね楽しいとか 嬉しいとか幸せとかそういういいものの共有がしたいどちらかとというとそれが一番だと思う楽しい幸せとか嬉しい笑顔いっぱいとかそういうものの共有が私は幸せかなみんなとするならああしなきゃこうしなきゃこうした方がいいよっていうよりは。 本当はやっぱり私が難しいななって思うのは伝え方かなどんなに相手のことを思ってても伝え方次第で本当に意味合い変わっちゃうから受け取り方次第もあるけどだからか例えばね今日のおしゃべり会すっごく楽しかったってあの話もしたいなとか絶対その方が楽しいじゃん。次が楽ししみになるし 私さ俺多分さ配信見てる人は分かると思うんだけどさ表情に出ちゃうんだよね。ドミラーありがとうみんなありぬ <laughs> ちゃんに会いに行ってどうでもいいことお話ししてもいいぜひぜひ一番楽しいじゃんどうでもいいこと話してる時。 <laughs> もう一度聞くけど本当に18歳です18歳だようんありがとうそう今の笑いのを受け入れてくれる人がいることがもう幸せありがたいです私否定ばっかりされてたら絶対生きていけないからそうだから「うん?」って思ったりとか えなんでそんなこと言うのって思うと顔に出ちゃうんだよね <laughs> タコありがとうございますこの前のモバメのリりナちゃんの映画が心から笑っててすごく可愛いかったありがとう <laughs> ママにも言われたなんか辛いことがあってもどんなにマイナスな考えになってもとにかくリりのできることは 笑顔でいることっていうことを言われたそれでね少しでもたった一人だとしても自分の笑顔で救われるとかそれが嬉しいと思ってくれる人がいるなら絶対その方がいいからさハートありがとうございますお話会ぜひ来てみてくださいハートありがとうそうそうだよみんなそうだよ そうだねまあねさすがにねなんかあの何て言うのただのわがままになるのは嫌だけどさそう褒めるとかけなすとかプラスかマイナスじゃなくてゼロでいいじゃんじゃなくてこの今の現状楽しいか楽しくないかみたいなで楽しいか。 嬉しいか幸せか絶対その方がいいと思うこんなにしっかりしてる子はいつお姉さんからし年齢交換しますかええー、!?21 歳ですかで,でもねこの間かな何ヶ月か前かお兄ちゃんとね話したんだよねお兄ちゃん家に泊まりに行ってあのー、加入する 前後ぐらいかななんかでお兄ちゃんと夜ずっと喋っててなんかリリがこんなに考え方がてかここまで考えられることに驚いたってお兄ちゃんにも言われたかなお兄ちゃんとは一回り離れててそう干支が一緒なんだけどそうだねママそうだね ママのおかげだねオンラインだけど行きますありがとう楽しみにしてますね <laughs> シュークリームありがとうございますゆるちゃんの笑顔に何度作られてありがとうもうそんなこと言われたらずっと笑顔になっちゃうよ <laughs> <laughs> こんばんはこんばんはドルマありがとうございます <laughs> ドルマありがとう んちゃんと会える話せると思うだけで幸せありがとう単純にハッピーありがとうあ共今日編メール見たよヒヒ <laughs> シ,シュークリームありがとうこんばんはこんばんはあこんばんは今日ありがとうございましたシュークリームありがとうこれ可愛くない これシュークリーいだよね可愛い,いよねナ <laughs> ぬ <laughs> ちゃんを泣かせるくらい素敵な言葉を言える大人になりたい <laughs> そうねあでも結構ね言葉で泣くこともあれば今日の場合はもうなんか来てくれたことなんていうのかな うん、私に会いに来てくれたという事実がもう涙でしたね、うん、あのね違うのでもこんなマイナスな感じじゃなくて寂しかったの単純にいつも会いに来てくれる方たちがいないことがすっごく寂しかったの私はそうそう いつもいるのにさ影今日いないと思って寂しかったのそれだけなんだよマリトッツォに見えなくも確かにそれはあるかも配信では見るけどまだ会ったことない人いやよくコメントしてくださる方は大体会ったことあるかなあのオンラインとかで。 もちろんあの生でも直接もそうだけどすいません全然大丈夫ですよそうただ違う違うみんなに来て欲しかったわけじゃなくてじゃあま来て欲しかったんだけど違うなんか違う責任感とかじゃなくて寂しかったんだよーってだけなのだから謝らないで。 そうだからずっと春と相撲の相撲のところにくっついてた今日は仕事できなかったお疲れ様で、ね、本当にそう祝日ってさ休みにカウントされない会社って意外と多いことをね知ったのよそう悲しいよね敬老の日だよんお仕事お疲れ様 FF さんが進みてたよ多分私推しじゃなかったんだと思うわかんないけど悲しんでる時におかやまいや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 楽しめたならよかったですダメごめんなっちゃいじゃないダメ謝るの禁止ごめんなっちゃいじゃないですありがとうそう思ってくれるだけで嬉しい本当に嬉しい 十五日絶対に行って始めました、ね、挨拶に行くね待ってるね <laughs> こんばんはこんばんは自分も三連休仕事でしたお疲れ様です <laughs> あちなみに今日は九時までですのでそう言わ言ってなかったあの今日はねエサコイサラジオがあって夏希が出てるらしいからみんな聞いてね <laughs> シュークリームありがとうございます。そうしかもね、今日いつもとね、違う服装してたのね、私服なんか、ロングスカートで。しかも、私がね、身長森盛りに行ったのヒール履いて、いつもと違うねって言われて。でもさ。 でもさ顔見知りがさ全然いなくてさ今日かわいくしてきたのにって思ったよ <laughs> どこかでその写真見れるかもしれないから見つけてみて今日かわいいバッグとコスメたくさん買ってしまったそれは良かったこの店に来てそのかわいいやつえっねなんで <laughs> 8日おしゃべり会はちゃんと参加しますよありがとうございます楽しみにしてますねシュークリームありがとうございます埼玉ツアーで絶対に見つけてもらおう頑張るね頑張って見つけるねりのちゃんの名前にはまりましたありがとう <laughs> そう寂しかったんだよそうメイクのこととか何も気にせず フェイスシールドのところにもうさしたたってるのなんかもう外してさ「もうもう」とか言って <laughs> 今再現めっちゃうまかった自分 <laughs> 埼玉ツアー行きますありがとうございますでも別にお座し倒しじゃないじゃん <laughs> ごめん今重いこと言った <laughs> 撮 <laughs> って出し写真あ買ってもらったのえね聞いてよ今日の撮って出し写真私さすごいなんかね多幸感あふれる写真になってたから私割れながらもう幸せそうって自分で思っちゃった <laughs> ごめんなんか笑っちゃった <laughs> 面白かった今8日のおしゃべり会、うん、待ってるありがとう うん <laughs> えんね私さ重いキャラじゃないから別に軽くもないけどさ行 <laughs> ったのに売ってなかったのそうなのそっか今度リリのリリのファン一同って写真撮ってリノちゃんに送れば寂しいあありがてえそれはありがたいわ <laughs> 元気出るわ ツアーを楽しみに今週の仕事がもうツアーのドキドキだけど頑張る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 から軽くないよ私そうなんかねすごいね幸せそうな顔してるの今日の撮って出し写真の私いつも通り笑顔なんだけど そんな感じです、うん、そう <laughs> すっごいねオーディションぶりにねヒールを履いたからね足がすごい疲れた今日でもいいねスタイルがよく見えるヒール履いてると。 うーん今度来てまたありがとうそう言ってくれるだけで嬉しい行きたかったってリリの界隈で飲み会したいなんか深い話し始めそうだよねみんなもリリの界隈でみんなが集まったら絶対深い話になるからいや <laughs> あ,あのねそこまで高くない。 そこまで高くないんだよみんなからしたら高くないんだけどふ普段ヒール履かないパンプスが多いからあとはスニーカーとかが多いからそうなのそうなんですよなんか違うね配信終わったらメイク落とさなきゃ3次審査の時の衣装かわいくあ えそう三次審査の時のスカートと靴履いてたそういえば今日はうん 155cm153cm 15ですうんタコありがとうございます <laughs> そうまあ、ずっと同じ場所に立ってただけなんだけどタコさんありがとうございますあとグループおしゃべりの時ってさみんながね誰に対して手を振ってるかわかんないから私であってるっていう思いで振らないでいるともしわさ私だった時が申し訳ないじゃんっていうね戸惑いがねたまにあるんだよねえ,え,えみたいな <laughs> そう。 求められてないのにさ手振ったらなんかなんかあれじゃない <laughs> 恥ずかしいじゃん間違えちゃったみたいなそうねでもやじゃないお前じゃないよってなるかもしれないじゃんえそうだからね結構手振るの緊張するよ しました。ありがとうございます。グループおしゃべ会既り会すでにリリの押しバレてるよね。確かに。ダルマありがとう。逆にこっちに振ったのかなって後ろ見ちゃう。あーでも今日はそういう人いたよ。<laughs> だからあなただよーってやった。ダルマありがとう。ありがとう。五十四分ありがとう。じゃ九時までや。 9時までに終わらせてみんなでさこいさ見に行ってだるまありがとう <laughs> じゃあランキング読めますねあスクショタイムできなかったちょっとだけやろうかみんないっぱい拡散してくださいあら井りりの今日ゆめさんがさ拡散してくれたから <laughs> おしまししましたでしたっけなんか見ましたよランキング読みます 13位、金堂さん12位、クルルさん11位、カックンさん10位、トマオさん9位、ナナシさん8位、トウフヤマッチさん7位ム、ムトムさん6位、鈴ズさん5位、ブンブクさん4位、ヤメコさん3、エーバーさん2位、ツッチーさん1位、あんばたさんありがとうございます。ありがとう。ちょっとだけスクショタイムしよう。 しゃってる途中の写真とかさみんなさ載せないでよね何 <laughs> か何があるおにぎり今日めっちゃおにぎりやった気がするおにぎりやってくださった方はねいたね結構いっぱい拡散してください洗い切りのん <laughs> だろう はいこんな感じではいよろしくお願いしますそれではそろそろ皆さん今日も一日お疲れ様でしたねみんなお仕事だったらしいお仕事だったらしいから今日も一日お疲れ様でした <laughs> 昨日初めて Twitter に りの,ちゃんの切り抜きのせましたありがとう拡散しますありがとうこちらこそみんなありがとう来てくれてありがとうねうんみんなゆっくり休んでねお仕事お疲れ様あと遊びも楽しめたなら嬉しいですありがとうございますそれではそろそろみんな今日もありがとね本当に来てくれて ありがとう。お疲れ様でした。おやすみなさーい。ありがとう。バイバーイ。